熱湯甲子園、熱湯甲子園がこの夏のもう青春のその頂点だとすると、そのそれに引き換え裏熱湯甲子園というかさ今日俺の裏熱湯甲子園は、ね、向こうが青春の頂点に対するもうその何、終わってる、もう完全終わってんなこいつと思ったのは、あんまりにさ、それ冷たい飲み物を飲むからさ、もう氷がなくなっちゃってさ、まあうちみたいな億万長者の家はさ、あの自動的に氷ができるすごい冷蔵庫みたいのをがあるんですよ。まあまあそういうテクノロジーが次の万博には皆さんの前にも、お目見えすると思いますけれども、まあそういうやつがあるんですよ。でそれがまだね、テクノロジーの限界でたまに水を足さないとダメっていう段階で止まってるんです、これが。ね、だから、あの、氷がさ、夜とか急にこう、パワープロとかやってて、コロ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 って言って、うわっってなりながら、まあ、慣れねえな、これ。何度、あの、経験しても慣れねえな、みたいな、そういう、まあ、装置なんですけど、あの、豆に水足さないで、いつもその、できた氷ばかりを、あの、ガブガブガリガリやってるから、なくなっちゃって、氷がないわけですよ。で、買い置きのロックアイスみたいなのもないんですよ。で、表に氷を買いに行くのも暑いから嫌なんですよ、ね。だって涼しくなりたくて今氷が欲しいのに、より暑いところに出てくなんていうのはわけわからないじゃないですか。で、まあ、買い置きのウーロン茶はいっぱいあるんですけど、ウーロン茶もなんかその玄関とかに置いたらもうぬるい感じのやつの、よくこう飲み物に冷たい温かいがあるというならば、生温かいの感じになっちゃって、人肌なんです、人肌。それもあの太った人の人肌みたいになっちゃってるんですよ。で、まあ、その氷欲しいんだけどないけど、かといぬるいまま飲むの嫌だなと思った結果、僕はあのアイスノンを見つけまして、アイスノンをジップロックでくるんだやつを、ボールに入れまして、でその上にウーロン茶を注いでそれを飲むっていうそれも億万長者ですけど、億万長者ですけどもね、クルセイロとかに直せば多分億万長者の国のそういう通貨もありますけど、ありますけども、まあそれもさ、あのいわゆるステンレスボールみたいな、アイスノンってことの方がでかい。俺その辺がだけどさ、アイスノンのままだとあれ頭が直接つくものだからちょっと嫌じゃないですか。だからそれをちゃんとそのジップロックの中にちゃんと入れて頭につく部分とお茶は触れちゃダメだなと思って、でそのあれのアイスノンが入る大きさのボールってでかいわけですよ。ステンレスボールみたいなでかいわけですよ。でそのステンレスボールの中にその斜めにジップロックに包んだアイスノンをやって、そこにその 2リットルのお茶を斜めにこう注いでいくわけですよ、それの坂の上に。でその坂を通っていくことに冷やされて、それでしばらく待ってるとアイスノンがぶんよりしたあたりで飲みどころってなりますから、飲みどころになるんで、アイスノン袋ジップロックを出して、アイスノンは元の氷のその、冷凍室に戻して、でこれをコップに注ぎ直そうと思うと、そのでっかいボールだからコップに注ぐのが大変なわけだから、それを両手で持って、ああの力士優勝したんだっていう感じでパンイチであぐらをかいたまま支配を傾ける感じでですよ、グバーって飲んでて、まあその感じで、まあ甲子園では今その一方ですよ、ザッピングするの一方、甲子園では青春の汗と涙みたいな、そのなんですかね、ギャップ、そのギャップ、アイスノンチャと熱湯甲子園のそのギャップみたいのすごいですよね。まあそういうのも含めて一応メールとファックスを募集しておきます。メールアドレス、バカアットマーク tbs.co.jp、 バカアットマーク tbs.co.jp、 まあこんなことについて話してくださいってのありましたら送ってください。ファックス番号は東京 03-5562-9540、 東京 03-5562-9540。 ちなみにもう番組開始から開けっぱなしになってるので、ペンネームぺったんこぶ王子、振り向いちゃいけないルールは分かりませんが、お盆に虫を捕まえたり殺したりしちゃいけないルールがありました。あったあった。だからもうやぶっかみてえなやつで、そのすごいなんていうの、お墓に行くからすごい泊まられるけど、もうそれをこう
なんか叩いちゃダメで、今やぶか、やぶか今あんた叩いたんじゃない、ばあちゃんがやぶか今叩いたんじゃないの、ダメ、絶対ダメなんだからね、なんて急に言われて、違う違う、スパンキングをスパンキングをもう好きでダメ、お墓でケツを出してスパンキングをしてただけだからならいいけど、ね、そういうことがよくあったのと、あと覚えてるのは、うちの家、親父はその殺虫剤とかを作ってる人だったから、その研究をしてる会社で研究してる人だったから、割とこう夏の間は殺虫剤が大活躍する、大活躍するんですけど、殺虫剤も使っちゃいけないって言われて、これであのゴキブリホイホイみたいなやつは使ってよくて、あれは死んでないからみたいな、一応それ処分するまで死んでないからいいみたいな変なルールがあったの覚えてますね。まあまあそのお盆のこととか、あとまあ裏、あなたの、あなたもちゃんとその裏ネット甲子園ねダメな、夏の日々を過ごしてますとか、あとこんなこと喋ってくださいっていう。でまあ俺の今夏、俺の夏が今よくわかんなくなっちゃってる原因の一つが、まああの毎週言ってる自転車なんですけど、もともとは電動自転車を、電動アシスト付き自転車を買って、それをそのダイムっていう雑誌の、僕が衝動買いしたものがどういう性能ですとかどうですみたいな、これ前で笑ってる高生の渡辺くんとやってる連載で、まあもともと電動アシスト付き自転車には買ってみたいであったから買って、これでこの電池ってどれぐらい持つのみたいな話から始まったの。これでその横浜行って、で横浜に置いて帰ってきて取り行こうかなと思ったんだけど、その電池だけ家持って帰って電池充電してまた横浜行って、で横浜でその自転車にセットして帰ってこようと思ったんだけど、ちょっとサイクリングがてらもうちょっと行こうかなってやってるうちに鎌倉行って、上で江ノ島越えて、平塚大磯行って、で大磯あたりから今度前に熱海行った時すげえ辛かったけど、あれ電動アシストだとどうなのかなみたいになって、小田原行って熱海行って、で熱海から今度山越えて、あの箱根の山越えてどうなんだろうってなって、やっぱりきついなって一旦伊東に行って、伊東から熱海戻って箱根の山越えて沼津に行って、でもういよいよこれで意味が分かんなくなっちゃったのが、もう沼津に行くのに1時間半ぐらい電車乗るんですよ。あと結構なお値段するんです、この電車も。電車賃、この間、沼津行くのに、ロマンスカーで行ったんですよ。ロマンスカーで、っていうのも、朝まですごいダダラな、ね、暮らしをしちゃったんです。夜中にずっとパワプロやってて、パンツ一丁でパワプロやってて、これで、気がついたら、パワープロ何時間ぐらい、3時間ぐらいやってたかな。で、明け方になっちゃって、やめだやめだっつって立とうと思ったら、なんていうのかな、いつの間にか玉金が出てたんだよね。で、それがフローリングにくっついて、ちょっと剥がれる感があったのね。その時に俺の人生終わってると思ったの。俺の人生終わったって今なんかペリペリペリっていう、スクラッチする感じあったの。なんかそのフローリングと玉金の間から二頭って出る、いや外れって出た感じの、完全に外れた感じがあって、で朝からその自分のいたところ、またさ、その自分のいたところのフローリングのさ汗ばみ感みたいな、まあ嫌でさ、それをクイックルワイパーみたいで拭いたりとかしててさ、この人生はまあ終わってんだって。あ、皆さん今のタレントの日常ですよ。タレントの日常の話ですからね、皆さんの知りたがっていた昔で言えば平凡や明星に乗っていたあれですなんですけど、これで明け方になって、これはこのまま寝てまた昼だろ、昼過ぎに甲子園見て、甲子園見てまた嫌な気持ちってのはこれはたまらんと思って、でその沼津まで、ロマンスカーで行けば結構その新幹線で三島行って、三島から沼津だとすぐ着いちゃうんだけど、ロマンスカー新宿行って新宿からロマンスカーだとちょっと2時間ぐらいかかる。でこの2時間寝て走り出せばいいやとなって、これで沼津行ってさ、でまたこれも変な感じなのがさ、別にラジオの企画でもテレビの企画でもないし、もっと言えばすでに雑誌の企画、最初はある程度雑誌の企画だったんだけど、
もはや雑誌の企画でもないの。山越えたってとこまで雑誌に書いたけど、その先別に誰も何をしろとも言ってないし、もっと言えば俺の中にも何もないから今。なんでかわかんないんだけど。まず一つは駐輪場、民間の、いつも民間なり公共なりの駐輪場、有料駐輪場を止めてるんですけど、大抵のところにはその自治体なりのおじいちゃんとかがいて、これで、なんつったのかな。長く止めてると、迷惑がかかる。いけないっていうところではさすがに長く止めないんですけど、おじいちゃんたちが心配する。ね、どうなってんだろう、これみたいなことになるから、長く止められない。だから、最長でも1週間経ったらちょっと動かさないとまずいわけ。放置自転車として、割とそのおじいちゃんだけど、どうしたらいいんだろうみたいになっちゃうから。ほいで、だ1週間に1回ぐらい乗んなきゃいけない。で、沼津行ってさ。で、そうすると、延滞料金を請求するステッカーみたいな貼ったら、別にこれはいけないことじゃないんだけど、払えばいいんだけど、で貼ってあったりとかしてさ。で、心のどこかで、心のキャパが100あるとしたら、2ぐらい、なくなってねえかなってちょっと思ってるわけ。なくなったらやられたよ。あんな高いもんなくなったら絶対なんだよ。なくなったら絶対なんだよ。心のどこかで乗りたくないわけ。なんで乗ってんだよ。いや、乗りたくないの。だけど、なくなるのは嫌なの。あと人に迷惑をかけるのも嫌だし、あと持って帰ってくるとなるとこれきついのは、もう沼津行っちゃったから、もう山がまた越えなきゃならないんだよ。あの山もう一回越えるぐらいだったら、遠くに行った方がマシなわけ。で、沼津から乗り始めて、でね、沼津から結構平坦なんだ。平坦なんだけど、あれ、何山脈な、山がちょっと前の方に見える、ずっと見え続けていくんだけど、道なりにこう、ずっと進んでいくと、山は右前に見えるんだけど、山に近づかないまま割と平坦な道にずっと行くは行くんだ。で、ショートカットするには山の方に行く手があるみたいなんだけど、まあショートカットの意味もわかんないしね、どこにも行きたくないわけだからね。だって自転車を動かさなきゃいけないっていう義務にだけ駆られてるのと、あとあのまま寝てたらダメになるっていう意識だけだから、これで自転車乗ってるから、なんだろうね、西江だよね、ペットショップボーイズだよね、もうね、ゴーウエストの、ただ単に俺の中ではもうただタラタの、なんだろうね、マイナーコードのやつがずっとかかってる。33回転のかかってるわけで、ずっとこうやって走ってて、で、まあ待って、山にぶつかっちゃったらもうしょうがないよね、山を越えるほど俺は青春じゃないから、山を越えるほどのことは無理だろうと思うんだけど、意外に山に近づきそうで近づかないままなの。あんまり坂がないまま行く、止まる理由もそんなにないのね。かといって行く先も決まってない。ただ西へ行くっていうだけ。したらその日がさ、あれ何曜日かな、テレビでやってたのは、どうやら35度になるよっていう、どうやら35度になるっていう日だから、まあ35度になるんだろうなって思ってたんだけど、なんか道端とかにさ、たまに温度計みたいなのがある。あの35度とか36度って要は百葉箱の話。気象庁の発表するあの温度気温っていうのは、俺が小学校の時に習った、よく公園とかさ、校庭の隅のさ、芝生のところになんかあの白い、なんていうの、小屋みたいな、鳥小屋にしてはちょっとでかいなみたいな、札幌時計台にしては少し小さい。だけど札幌時計台に行った人は、行くと意外に小さいよって言うから、これ札幌時計台なのかな、でも東京だしなみたいなやつあんじゃん。あのなんかその風通しがどれぐらいで、直射日光が当たんないで、土と芝生の上 1.2 メートルだか 1.3 メートルのところに設置するっていう決まりで、でこれ何入ってるか中開けると、閉めろバカロー、飯食ってんだろっておじさんがいるか、温度計がある、どっちかのどっちかのやつあるじゃないですか。あの百葉箱っていう環境においての35度とかの予想でしょ。あんなとこねえし、あんなとこある、あんなとこにいることある。お百葉箱の中にはもう入れるような百葉箱は先におじさんがいるから
ね、おじさんの家だからって言われちゃうからあんな環境都会にないよね。実際あんな環境相当特殊じゃないですか。で百王箱の中でいくら35度か36度だと言われても関係ないわけ。したらさ、これ昔の名残なんだろうけどさ、ずっとその沼津の先ずっとチャリで走ってたらさ、よくあるのはあの普通の理髪店とかの看板のところに時計があるっていう。それは昔って腕時計がなかった、今みたいに携帯がなかった頃って看板を見てもらうためには時計がついてるのが一番いいんですね。だから時計屋さんはもちろんだけども、銀行とかに昔必ず時計の看板があって、今都会はかなり減ってるけど、だったら今何時なんだと分かるやつの中に温度計っていうパターンのとこがたまにあるの。あの針の温度計、分度器みたいにさ、ゼロ、あの一番左が0で一番右がまあ60度ぐらいあるのかな、あのこと針の温度計があるところがあって、その温度計が指してる。でその温度計は要はその場所のまさに温度じゃない、百葉箱とかじゃなくてその温度計の今温度じゃないですか。48度ってなんだよ、直射日光でその温度計が熱されちゃってるからね、だからずっとそこに止まってるから48度じゃないまでも、俺35度まではそれ覚悟してきたけど、これ明らかにその舗装道路で40度は明らかにあるよと思って、これでまっすぐなのに道がちょっとぐんよりして見え始めたり とか、あと何よりこの夏すげえなと思うのは、自転車乗るときにやっぱり水分補給しなきゃダメだと思うから、アクエリアスみたいな、ポカリスエットみたいな、あのこういうところ提供スポンサーになってくると必ずアクエリアスって言いますであのアクエリアスじゃなくてもアクエリアスって言うようにしますからね、おたふくソースの場合はおたふくソースって言います、ね、必ず言いますんで、ぜひ今あのスポンサー募集中ですね。これでそのアクエリアスみたいの、まあ、飲み先々飲みつつ、さらにキープのアクエリアスを今コンビニ行くと凍ってる、ガチガチに凍ってるさ、スポーツドリンクを売ってるわけです。同じペットボトルなんだけど凍ってるバージョンがあって、であれをドリンクホルダーみたいなところにはめていくんだけど、あれってさ野球観戦の時買ったりするけどさ、大抵飲みたくても全然溶けない。いや、いざ飲もうと思っても2口ぐらいでまだ全然ガチガチじゃん。それがものの30分ぐらいで普通のアクエリアスになるぐらい熱い、まあ熱いの、ごっごく飲めちゃうぐらい暑いんだ。これでもう全然どこ行っていいかよくわからない、よくわからないまま、まあなんとなくそのこっち側かな、こっち側が西かなみたいな感じでずっと走ってて、沼津からスタートして静岡かな静岡の手前ぐらいで急に結構途中まではこう相当やばいなと思ってるんだけど、相当やばい、どれぐらいやばいか頭の中で相当やばいっていう認識ができるぐらいの相当やばいで、これより一歩踏み込んだらやめようっていう感じの体調なわけです、ね、だけど静岡あたりでやばいかどうかが分からなくなってきたっていうとうとう楽しくなってきてこれはまずいと、ね、これ絶対まずいと思って静岡の駅で駐輪場に止めて、これで静岡から新幹線で家帰ってたのね。もう行かねえんじゃねえかと思ってたの。俺何なのね、俺に何か目標をもらわないとどうしようもないんだよ。でいつも思うんだけど、で家帰ってくるじゃん、そうすると誰もいない家に帰ってきてさ、これでご飯食べに行くのも暑いみたいな、とにかくもう、ここで乗るのやめたと思ってたのにすぐ帰りたいってなっちゃう。で別に静岡を楽しんでくればいいじゃん、静岡だってそれなりにいろんなもんあるわけだから。でもなんかもう着いてそこで iPhone で東京行く先東京って電車のマークやると、あと15分後にまた静岡に泊まる光って意外に少ないんですよね。光だけど静岡泊まりますみたいなって1時間に1本とかしかないから、それがたまたまあと8分後に出ますって書いてあるとラッキーって思っちゃうんだよね。8分だったらこれすぐ行けば乗れんじゃんと思って割と駆け足で乗っちゃったりするわけで、そうすると東京に帰っちゃうんだけどさ、で東京帰ってくるとまた東京駅とか、まあ、人でごった返してるからさ、早く家に帰りたくなるわけ。ほいでもうとにかく家だっつって家帰っちゃって、家に入ってバタンって閉めたあたりで、あそう何やろうかなとやることないから結局パワープロやったりしてるわけよ、こうやってまた。でそうすると
途中完全死にかけてるから、その、まあ、沼津から静岡の行程の中には、何の目標も何の感動もないわけ。何にもないわけ。なんで、いつもカメラを持って行って写真を撮ろうとは思ってるんだけど、結局写真って歩いてるスピードでしか撮れないのね。なんか、あの、自転車乗っちゃうと、あ、今の良かったんじゃないかなって思った時には5メートルぐらい先行ってて、あそこを戻ろうって気にはそこにならないわけ。で、結局1枚も写真は撮ってなかったりするわけ。で、結局今みたいな感じでパーって帰ってきて、これで、出たのは朝の始発ちょいぐらいのやつ乗ってったんだけど、帰ってきたらもう2、3時ぐらいで帰ってきてんだ。3時半ぐらいに家にもう着いてるから。で、そこでもう結局もう暑かったって上半身裸になってパンツ一丁になってあぐらかいて、じゃあ何やろうかなってパワープロやってるわけだ。でそうするとさ、あれ今までの何時間って本当っていう、この同じところに収まっちゃうから、あれ今までずっとこう俺その自転車乗ってたような気がするけど、あれっていう感じがすごいするわけで、晩になるとご飯の支度をしなきゃいけないんだけど、そのご飯を支度するときに結局家なんもないわけです。家なんもないから、うわ買いに行くのもめんどくせえし、食いに行くのも一人で食いに行くってのもなんだなみたいなの考えてるじゃんか。で、その時に思うんだけど、干物の一枚も買ってくればいいよ。沼津だって静岡だって、かまぼこの一個ぐらい買ってくればいいよね。でも何にもいつももう、何の意味もなく走り出した上に、ヘッドヘッドになって逃げるように帰ってくるから、何にも買ってないんだよ、結局。だ何なのこれ、何なのこれ、ね、これは何なの、何の罰なの、何の罰で俺はやってんの。